い、どうも、むつみです。今僕が行った奏法、スラップと呼ばれる奏法です。僕はベースを始めた当時、このスラップに衝撃を受けてすっごい練習したんですよね。でも最初の頃ってどういう練習をすればいいかわからない。どのように行えばいいのかわからない。ということでですね、今回は僕が今までの経験をもとに、こうやったらスラップがうまくいくよというのを、スラップ超初心者向けに解説していきます。この動画を最後まで見れば、スラップの基本的な動作ができるようになっているはずなので、ぜひ最後まで見てみてください。まずスラップというのは2つのテクニックが組み合わさってできています。1つ目はサムピング、親指で叩く奏法ですね。こんな感じ。そして次はプル、人差し指または中指で弦を引っ張るテクニックです。この2つが組み合わさるとという風になるんですね。そしてこのサムピングには大きく分けて3つのやり方があります。1つ目は先ほど僕がやりました親指を横向きにして振り抜くやり方。2つ目は親指を縦にして親指を下に向けて弦を叩くやり方。そして3つ目は親指を上にするまたは弦と平行にして弦を叩くやり方。この3つがあるんですけど、今回は一番最初に行った親指を横向きにして振り抜くやり方、これで解説していきます。このサムピングとプル組み合わさるとという風にできるんですけど、さらにもう一つ付け足していきたいのがゴーストノートっていうものです。ゴーストノートっていうのは左手で弦を鳴らないようにしてこのような状態ですね。そしてサムピングかプルを行うってやるとこのようなアタック音が出るんですよね。これをフレーズの中に組み合わせるとという風にパーカッシブに弾くことができるんです。サムピング、プル、ゴーストノート、この3つが組み合わさってこのようなフレーズが出来上がっているんですね。このスラップっていうのが何で構成されているのかっていうのを知るのは大事なことです。これがわからないと何をすればいいのかわかりませんからね。ではまずサムピングのやり方です。サムピングっていうのは親指をこのようにして手首を回転させて弦を叩きます。このような感じ。やってみてください。左手は弦に軽く触れておいて、こうやって構えてください。見よう見まねでやってくださいね。手首を外に返す、そして叩きつける。手はこれくらい握り込みましょう。グッと握り込む必要はありません。ちょっと握り込むくらいで回転させる、回転させる、回転させる。パチッっていう音が出ましたよね。最初は弱い音かもしれないんですけど、こんな感じの音は出たと思います。そして次にこの動作を混ぜてみましょう。こういう動作ですね。そしてそれと同時に手首を回す。上に行った時に手首が返って、下に行った時に手首を回す。ゆっくりやるとこのような感じです。やってみましょう。これがサムピングの基本的な動作になります。ただこれだけではまだ弦は鳴らせません。弦にどうやって親指を当てていくかっていうのが綺麗に音を出すコツになるんですけど、今から3弦、A 弦ですね。ここを鳴らすんですが、僕の親指を見ていてください。どこの弦に触れているように見えましたか？3弦に触れているのではなくて2弦に触れているような感じに見えましたよね。実は弾きたい弦にそこまで親指っていうのは深く当たっていなくて、イメージとしてはかするような感じです。目指すべきは弾きたい弦の1個細い弦、もしも3弦 A 弦を弾きたいのであれば2弦 D 弦を狙ってください。2弦にめがけて親指を振り下ろして着地させようとしたら、偶然3弦にかすってしまったっていうイメージですね。という感じ。最初に僕は手首の回転と肘の運動を混ぜてくださいと言いました。これなぜかというと、手首の回転だけでは弦に対してかすらせるという動作、これが上手に行えないんですよね。ここが軸になって回転するので、もちろん軌道っていうのは安定しています。なので3弦を狙った場合っていうのは親指は3弦にしか着地しません。2弦を狙った場合っていうのは2弦にしか着地しない、他の弦に触れないんですね。でもこの動作を入れることによって、ちょっとだけ上から斜めから振り下ろす形になるので、狙った弦にかすらせることができるということなんですね。この当て方すごく難しいんですけど、練習方法があります。まずは3弦 A 弦ですね、弾きたい弦に親指を置いてください。この時ここでもなく
ここでもなく、僕がおすすめするのはここです。ネックとボディの間、ネックエンドの部分ですね。ここに親指を当てていくというのが僕のおすすめですね。まず3弦に親指を乗せてください。そしてそのまま2弦にめがけて親指を下ろしてください。音が出ましたよね。この時ただ3弦をこうやってはダメ、ちゃんと下の弦に親指を着地させてください。できましたよね。次は親指をこのようにせずに腕全体を使ってこうやってみましょう。この時大きい音を出す必要というのはありません。できましたね。では次は親指をちょっと離して、そこから先ほどと同じようなことをやってみましょう。ちょっと離した状態から3弦を弾いて2弦に着地させる。では次にここにちょっとだけ手首の回転を加えてみましょう。ほんのちょっとだけでいいです。上に上げた時にこれくらい手首を返してください。そして先ほどと同じことをやる。ちょっとだけ手首を返して、ちょっとだけ手首を返して、はい。では手首の返しをもうちょっと大きくしてみましょう。先ほどはこれくらいだったんですけど、これくらいにして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 、これのスピードを上げるとスラップが完成するんですよね。今はこれくらいのスピードなんですけど、速くしていくと、という風になります。このスピードを出すというのが大事です。そんなに力を入れてはいけません。力を入れると手首の回転とかが使えなくなるので、イメージとしてはムチのような感じ、腕をムチに見立ててパシンパシンとやる感じでやってくださいね。手首の回転はこんな感じ、うちわを仰ぐような感じですね。ここにうちわの羽があると思ってこうやって回転させるようなイメージでやってください。そうするとこのような綺麗な音が出せるようになります。このサムピング、綺麗に音が出せるまでに結構時間がかかります。時間がかかるというのを知っておいてください。そんなに簡単な奏法ではないんですよね。でも何も知らずに練習するのと、このようなコツを知ってから練習するのでは上達速度が全然違います。なので皆さんラッキーですよ。サムピングは先ほどのやり方でできるようになります。ひたすら練習してください。10回叩いたところでできるようになりませんので、1000回でも1万回でも10万回でも叩いてくださいね。次にプルです。プルの練習をするとき、最初は一番細い弦で練習してください。ここら辺の弦で行うとこっちの弦が邪魔をして指が入りづらいっていうことが起きてくるんですよね。なので感覚をつかむために、まずは一番細い弦、下に何もない弦で行うのがおすすめですね。せっかくなので左手も使ってみましょう。1弦の2フレット、 G 弦の2フレット、ここを押さえてください。そして次に人差し指または中指で指をこのように入れ込んで引っ張ってください。こんな感じの音が出ましたよね。これがプルです。サムピングに比べて簡単な奏法ですね。ただ組み合わせると難しいということで、このプルのコツなんですけど、指を入れ込みすぎないということです。最初の頃ってこれくらい指を入れ込んじゃうんですよね。これくらいだといくら引っ張っても抜けません。そして弦が切れるとかそういう問題になるんですけど、指を入れ込むのはこれくらいでいいですね。第一関節の3分の1くらい、ここら辺に弦を引っ掛けてとやるといいと思います。そしてこの時なんですけど、真上に引っ張るのでもなくて、下に引っ張るのでもなくて、真ん前に引っ張るのでもなくて、回転を使って引っ張ってください。横から見てみるとこんな感じですね。これがこうなってもダメだし、こうなってもダメだし、こうなってもダメということ。回転を使って引っ張る引っ張る、回したついでに指が引っかかって弦が離れたという感じですね。そしてこの弦を離す時なんですけど、指をグッと固めるのではなくて、ここら辺に来たら指が負けてくると思います。このまま行くと弦に勝てるはずもなく指が開いてきますよね。この状態で引っ張るといいんですよね。固めた状態でってやってもいいんですけど、これ最初の方引っかかりすぎて難しいんですよ。なのである程度のところまで来たら、ある程度引っ張ったら弦にわざと負ける、弦と戦おうとしない、わざと負けるってやると、すごくスムーズに滑るように引っかからずにプルすることができます。試してみてくださいね。そしてプルするときに手首を返すと言いましたけど、この動作何かに似てませんか？そう、サムピングをする前の動作なんですよね。サムピングをする前、このような動作を入れました。そしてそこから
サムピングをした。プルは引っ張る時に手首を返す。プルっていうのはそんなに頻繁に出てこない奏法なんですよね。サムピングの方が出てくる回数というのは多いです。スラップのフレーズを見てみてもという感じでサムピングの方が出てくる回数はとても多いですよね。プルというのはサムピングの準備動作だと思ってください。そしてサムピングも実はプルの準備動作だったりするんですよね。後でお話ししますけど、今は手首を返すというのを覚えておいてください。そして僕がやっているコツというかやりやすい方法なんですけど、僕は小指をずっとここに当てているんですよね。ちょっと離れたとしてもまたここで着地させています。これはなぜかというとボディと手の距離を小指で測っているんですよね。もしも小指がなかったら手がどこにあるのか正直わかりません。手が弦からどれくらい離れているのかわからないですよね。そうすると感覚が狂って指を入れ込みすぎてしまったり、または指が入らなかったりするんですよね。なので小指を当てて距離を測ってという風にやっています。横から見ると僕はずっと小指がボディに当たってます。これちょっとしたコツなので余裕があったらやってみてください。またはどこかでつまずいた時にこれを思い出してやってみてくださいね。先ほどサムピングもプルの準備動作と言いましたけど、どういうことか。サムピングをした時このような形になっています。この時親指は指板の上にありますよね。ここにある。ということは距離が測りやすいということなんですよね。ここからどれくらい離れれば何弦があるのかっていう距離を測る、感覚で測る。何もないところでここが1弦だって当てることは難しいですよね。でもサムピングをした後にどこに弦があるかっていうのは分かりますよね。親指を基準にして弦を探しているんです。今から3弦をサムピングして1弦をプルするんですけど、1弦は2フレットを押さえてください。3弦をサムピングしました。そしてそのまま親指はつけたまま1弦に引っ掛ける。そして引っ張る、手首を返す。このような感じです。ちゃんと手首を回す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 っていう動作は崩さないでください。もしもこれがちょっとでもこうなってしまったりってなってしまったりするととてもやりづらくなります。手首をこっちに返したりとかやらないでください。僕が今言った通りにやってくださいね。最初このコンビネーションがとても難しいと思います。サムピングしてプルして、サムピングしてプルしてっていうのが、でも繰り返していれば絶対できるようになるので安心してくださいね。時間はちょっとかかります。そして左手の基本的な押さえ方。動画の途中に失礼します。どうやったら上手くなれるのかを知りたい、練習方法がわからない、レッスンに通いたいけど時間がない、自分の好きな時に講座を受けたい、そのような方に最適なむつみのベース塾。ここでは練習方法の講座、各奏法の講座、音楽理論の講座、動画で返答がもらえる質問コーナー、 LINE でお悩みの返事がもらえる、ベーシストの仲間が増える、月額1650円でこれらのことが全て詰まっております。むつみのベース塾の詳しい内容は概要欄に貼ってありますので、興味がある方はチェックしてみてください。上達への近道をして僕と一緒に上手くなっていきましょう。お待ちしております。この押さえ方しっかりマスターしていくために、この指の形をひたすら練習してください。まず3弦の7フレットに人差し指を置いてください。こんな音が出ると思います。次に1弦の9フレットに小指を置いてください。こんな音が出ると思います。この時薬指で押さえる方もいるんですけど、僕は小指をおすすめします。なぜかというと小指というのは弱い指なので、最初のうちから小指を鍛えておくと後々いいことがあるんですね。もしも小指を鍛えるのをほったらかしておくと後々苦労します。3弦7フレットを人差し指、1弦の9フレットを小指。この時指先で押さえなくてもいいです。指の腹で押さえてください。こんな感じで手を開いてそのまま弦の上に置くっていう感じですね。すごくリラックスしてください。そしてこの状態でサムピングとプルを繰り返します。サムピングするときは人差し指を押さえる、プルするときは小指を押さえる、それと同時に人差し指をちょっと離す。こんなに離す必要はないです。ほんのちょっとだけ離します。弦には常に触れておくのが理想ですね。これくらいの感覚です。押さえる離す、押さえる離すくらいの距離でいいです。サムピングするときは人差し指を押さえて小指を離す、プルするときは小指を押さえて人差し指を離すというのを繰り返してみてください。この練習をたくさんやるんですね。本当にひたすらやってください。こんなに早くやらなくてもいいので
ていう感じでやってくださいね。最初は音が鳴らないと思います。鳴らなくてもこの動作を繰り返してください。そして左手なんですけど、最初こうなるんですよね。こんな風になっちゃう。これ仕方がないことなんですよ。なぜかというと手の神経が育っていないからなんですね。神経の伝達がうまくいっていないんです。皆さん胸動きますか？胸っていうのは動くんですよね。こうやって胸だけを動かすことってできるんですよ。でも皆さん多分ほとんどの方ができないと思います。それはなぜかっていうと神経の伝達がうまくいっていないからなんですよね。これって実は誰でもできるんですよね。それと同じこと、指も上手にコントロールするまでその神経のトレーニングをしなきゃいけない。そのトレーニングというのはどうやるのかっていうと今のような練習ですね。ひたすらやるっていうこと。野球選手はサッカーができません。それはなぜかというとサッカーをやっていないから。逆もありますよね。ひたすらこれをやっていくと体がそれに適応しようとします。適応した結果指の力を抜くことができる、リラックスして弾くことができる、自由自在に動かすことができるということにつながってくるんですね。この指を動かすっていう時に何を使うかというと筋肉ですね。ひたすら筋肉を鍛えるっていう意識でやっていきましょう。ベースは筋肉。この練習たくさんやってください。そしてこの左手の形っていうのはどこに行っても変わりません。この形をオクターブって言うんですけど、オクターブの関係は弦のどこに行っても変わらないんですよね。人差し指で押さえたところから2個細い弦の2フレット上っていうのが1オクターブ上の音なんですよ。他のところでもやってみましょう。3弦の5フレット、ここから2個細い弦の2フレット上、1弦の7フレット、ここを組み合わせて鳴らすと、ほらオクターブの関係が崩れていませんよね。他の弦に行っても同じです。この指の形は超基本的なところになるので、押さえるのが難しくてもやってください。絶対できるようになりますから僕を信じてくださいね。で、突然じゃあこの練習をすればいいんだっていう風に取り掛かってしまうと挫折の原因になります。最初に僕が言ったサムピングのやり方、サムピングでどうやったら音が出るのかっていうのを研究した後にプルのやり方、こうやったらプルができるんだな、むつみさんはこういう風に言ってるな、じゃあこの通りにやってみようっていうのをおさらいして、ある程度できるようになってからじゃあ組み合わせてみようという風に段階を踏むというのが大事です。レベル1の状態でボスに挑んでも勝てませんからね。ちょっとだけレベルを上げてボスに挑むと勝てる確率が増えますよね。練習も同じです。段階を踏んでいくっていうのはとても大事なことなので、それを忘れずに、そして成長はとてもゆっくりだっていうことも忘れずに、本当にゆっくりです。そんなに簡単に上達するんだったらプロベーシストとかいないですからね。それくらい難しいことに皆さんはチャレンジしようとしている。そしてその難しいことができるようになった時、すごい大きな壁を越えたことになるんですよね。それってとてもすごいことで、誰でもできることじゃないんですよ。一つ一つの成長が誰にでもできることではない、価値があるものなんですよね。お金を出しても買えません。なのでちょっとでもできるようになったら、サムピングがちょっと鳴るようになったってなったら自分をしっかり褒めてください。プルが鳴ったってなったら自分を褒めてください。そして組み合わせてそれっぽいことをやって、こんな感じでできるようになったらまた褒める。じゃあこれの精度を上げていこうっていうことで、しっかり音が出るようになった、また自分を褒めるっていう風に、それができるたびに自分を褒めてください。それってすごいことですからね。その小さな成長が組み合わさってとても大きな成長になります。頑張っていきましょうね。僕のチャンネルでは他にも初心者の方向けの講座とかを出しているので、たくさん見てみてください。それを見ながらヒントを自分の中に落とし込みながら頑張ってみてください。というわけで今回は超初心者の方向けのむつみ流スラップ講座でした。参考にしてみてください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでそちらもよろしくお願いします。今は X ですね。サブチャンネルもよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。